杖源金沢のヒーロー源ゾイヤーが小松市の幼稚園で体を動かす楽しさを伝えました。せーの、源ゾイヤー体操頑張るぞ。杖源金沢は健康づくりに役立ててもらおうと、チームオリジナルの源ゾイヤー体操を各地の子どもたちと一緒に行っています。今日は小松市の仲良し幼稚園を杖源のヒーロー源ゾイヤーと北陸アイドル部の辰巳みくるさんが訪れ、1歳から5歳までのおよそ20人と交流しました。体操のどのところが楽しいとか好きとかってある？走るのが好き。踊れましたか？上手にできどうだったかな？踊れました。杖源金沢では源ゾイヤー体操をしたい県内の認定こども園などを募集していて、公式ホームページから申し込むことができます。